できたね。次、キキ入場。揺れて、揺れて、ジャンプ。よし、次は逆上がり。こうでまいす。最初、こういう人に教えます。こうやってできる人はこうやって、こうやって降りる人はこうやって、こうやる場合は降りてもいいし、これができるなら今空中やる、こうやってもいいです。はい、じゃあ次、キキ引きます。よし、揺れて、揺れて、よし、じゃあやります。今回は妹に空中逆上がりも見てもらいます。空中ができる人とかできない人にのためにやってあげます。こういう長いやつでもできます。スカートはできます。ドレスとか、できる人はできる。まずつばめもできない人はいいです。逆上がりもできない人はいいです。これでピンとできない人もいいです。できる人はぜひ真似してみてください。私はできる方をやってみます。あります。まず足をブンブンと動かして、腕をギュッと握ってギュッとクローディング。次は2回目は本気で回りたい時はブンブンヒュッ。ヒュッてる、これが3回連続です。じゃあ次、逆上がりを教えましょう。キキがずってる。逆上がりはこれでもいいです。これでもいいです。こういう逆上がりでもよく打ち、もう邪魔しないでよ、カットするよ、キキだけ。こうやってできて、空中ができない人は前回やってください。で、これでもいいです。こうやって起き上がって、怖いって、じゃあ次はぶら下がり方を教えましょう。ぶら下がり方はだいたい背が高い人にはこうやってやるとおすすめです。で、そしたらお手玉ちゃんが登場。みんな、空中をうまく見れた？ポンポン、ポリン。じゃあ次は連続でいきます。連続タイム。今のは3回です。じゃあ次はゆっくり1回ずつでやってみましょう。早くできない人のためにもこうやってやったりして、ギュッと腕を掴んでください。はい、これで鉄棒は終わります。このお手玉じゃんけん、最初グーじゃんけんぽい、これに勝った人はぜひこれであーってなってみますので、次の動画でご会いしましょう。バイバーイ。